こんにちは皆さん、ベトナム在住6年目のキキです。今日は福岡から同級生がハノイに旅行に来る日です。会うのは10年ぶりくらいですね。そして2人ともベトナムに来るのは初めて。ベトナムのことも何にも知りません。今回は友達を案内しながら、日本人の初めてのベトナムの印象はどんなものかを動画にしていきたいと思います。いつの間に出てきた？全然わからんかった。友達到着しました。あれ、みゆき映ってる？映ってた。はい。今から初めてのベトナム観光に行きます。ヘアメイクアップアーティスト、ふみのりです。はい、ヘアメイクアップアーティストと洋服屋で働いてます。はい、みゆきです。はい。いくらぐらいあったらいいかい？いきなり言われて、ナイスヘアって言われて、フラワー、フラワー、フラワー、サンキュー。あ、1万円出したらいい。単位が分からんでさ、単位分からん、全然分からん。Thank you. This is 1 million, 5, 6, 700, 5, 6, 7, 70,000. 167万。桁がよく分かってない。絶対分かってない。Thank you. Wow. I lost money. Yes. Okay. Thank you. Nhưng mà sim sim 23 ngày thì có loại nào ạ? Có loại này. 23 ngày hay là? À, 2. 2 hoặc 3. 3 ngày thôi, 3 ngày thôi. Đây cuối cùng. 3, you stay here 3 days. Okay. Yeah, I have a 5 day. Tiếng Việt đi, em đây ở đây rồi. Yeah, you have a 9 GB daily. Every day. 9 GB. Oh, yes. Nhưng mà cái này bao nhiêu tiền? Giá đâu? À, 18 万 đồng.だからまあ900円ぐらいだけど、そうそうそう、うん、これが一番、うん、あ、じゃあそれにします。うん、イエスイエス、それにします。あと日本語で話す。それにします。 You can give meさっき、うん、500。うん、ありがとうって言ってベトナム語になって。ありがとう。カモン、カモン、カモン、カモン。うん、まあ本当に、そう、本当本当、うん、シンカモン、シンカモン、うん、ありがとうございますよ、シンカモン。そうそうそう、シンカモン。 Just be like as a come on in English. Come on, come on, come on. OK. シンカモン、シンカモン、シンカモン、シンカモン。Hello sir. 電話。あ、じゃあ電話間違えた。携帯、携帯、携帯。あ、携帯、携帯。ミユキにベトナム話しかけた。これ私もらっていいの？あ、これ、これお釣り、お釣り、お釣り。絶対ボラれる人や。Hello sir. Hello. こんにちは。Oh, sorry. あれ？ I think your phone is an iPhone lock and not support in Vietnam. ミユキの iPhone SIM ロックかかってるからダメなんだ。そういうこと、シムロックってなんだ。そうだよね。もうできないから諦めよう。あ、諦めよう。おお、出てる。うん、うん、うん。設定ね、なんか変えれるのかな。無理無理無理。シムロック解除してもらわないと。オッケー。オッケー。これオッケー。チップいる？チップいる？場所によるぐらい。オッケー。進化も。進化も。進化も。Get up.BBB。 これが初めてベトナムに来て覚えた言葉、シンカモン、シンカモン、シンカモン。ハロー、I know though。 あ、OK OK OK、 I know 本陣や。うん、 OK。 うん、ずっと撮ってんだ。うん、さっきのフラワーぐらいから撮ってる。あ、はい。ホワイトフラワー、面白い。いやでも確かにこの頭目立つ。生えた生えた生えた。なんか結構薄毛で悩んでて。薄毛って悩んでたの？薬飲んでたよ。そうなの？インドだっけ？インドから取り寄せたんだっけ？うん、インドから取り寄せて薬飲んで。ああ、なんか聞いたことある、インドから取り寄せる。
毛生え薬ちょっと生えてきて、そこをさ、せっかく生えたのにさ、これ編み込むけんさ、ブチブチ抜かれるの。あんま強く引っ張りすぎ、なんでそんなことする、いきなり。ベトナムは美人さんが多い。ベトナム美人さん多い、うんね、もう早いで、ね、早い。さっきでね、美人さんめっちゃ多かったよね。あ、そうな、うん、あ、その福岡からこっち来るので、うん、あ、そうなの、ちょっとなんかね、冷たい感じでいい、なんかこう、いい距離感やね。ちょっと冷たい感じの美人。なんか、そそられる。ああ、それが好きだ。それが好きだよ。なるほどね。ハイバーチュン。ハイバーチュン。どうぞ、どうぞ、ハイバーチュン。おわ。お願いしますって、どういうこと？お願いします？お願いします、あんまり言わないからな。うん、進化も進化も早い。進化もっていう、進化もありがとう、ありがとう、進化も、進化もありがとう。ごめんなさいは、進路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 、ごめんなさい。好きは、好きはティッ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 、もう愛してるは、愛してるは I U M、I-U-N-M-M-M-I-U-N。 美人が多いね。今のところ美人にしか会ってない。ああ、そう、あ、その飛行機の中で、うん、へえ。ニャッタン橋、ニャンダン橋、ニャッタン橋、ニャンダン橋、ニャッタン橋、ニャンダン橋、ニャンダン橋。あれも知っとかないと、日本、日本、日本っていう単語、ジャパンじゃないの？いや、ジャパンやけど、ベトナム語では一応ニャッバーン、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 まあジャパンみたいやろ、ニャッバーン、うん、ニャッバーン。おー、だから日本人はニャッバーン、ニャッバーン、なんていうの、あー、ぬいにゃ、ぬいにゃ、うん、ぬいにゃバーン、ぬいにゃバーン、ぬいにゃバーン、そうそう、ぬいにゃバーン、そうそうそう、アイムぬいにゃバーンって言えばいい、アイムぬいにゃバーン、アイムは、アイムは、アイムは、アイム、結構ね、そのアイムがベトナム語認証代名詞いっぱいあるから、うん、人によってちょっと言い方変えないといけないから大変なんだけど、まあまあ最初は遠い、遠いでいいや、遠い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 ニューニャバン、遠いニューニャバン、そうそう、遠いニューニャバン、そんな感じ、アイム、アイムじゃない、遠いニューニャバン、遠いラニューニャバン、まあまあ、遠いラニューニャ、遠いラニューニャ、ネイティブの発音で、遠いトイラヌイニャ、トイラヌイニャ、私はリホウシンです。あ、日本語わかる、ちょっと出てる、日本語わかる、ヌイニャバン、そうそうそう、ヌイニャバン、バン、それ絶対フミ使った方がいい、だって日本人に見えないから、フミ日本人に見えない、見えなくなるんだね。私は日本人です。お腹すいた、あれ食べたい、バイミー食べたい。あ、ちょうど俺もちょっと昼過ぎぐらいになるからバイミーぐらいでいいかなと思ってた。今日は軽めに。トイレになってない。え、みゆき海外行くの2回目？2回目よ。マジでマジで。あの学校の時行って以来。うん、修学旅行で行って以来。そうだよそうだよ。めっちゃ嬉しい。今元気だよ。今元気？飛行機なんかめっちゃ寝てたから。あ、そうだ。そう、めっちゃ寝てた。めっちゃ寝てた。あ、爆睡してた。めっちゃ爆睡してた。あれ何時の便に乗った？夜中1時？え？いやいや9時、9時15分。朝9時か。そうそうそう。そこは時差があるから。全然夜中やないね。全然夜中じゃない。うん。そこそこ。私でもよりより買ってきた。何それ？長崎の。よりより？よりよりって超硬い。うん。もう歯が折れるんじゃないかぐらいのクッキー。うん、マジ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 。俺歯かけたの。硬いの。いや俺差し歯つけたばっかのに怖いわ。一番面白いじゃん。一番面白いじゃん。差し歯変えたばっかなのにちょっとそんな硬いクッキー、クッキーじゃないわ、せんべい怖くて食えんわ。多分ここ。うん。しんちゃお。あ、ここだ。あと今から Airbnb の部屋に入ります。ベトナム、ビエトナム、シンガイ、チャロイ。
いや、なんかおかしかったよ。姉妹で、2を。2を。601。601。めっちゃ。604。え、そうそうそう。わー、すごい。あ、ケンスみたい。おお、これ土足でいいの？なんかめっちゃおしゃれやん。土足でいいの？いや、この辺で脱いでいいと思う。この辺で脱ごう。もうね。うわ、すごい、おしゃれ。おしゃれ。めっちゃなんかおしゃれやん。めっちゃ綺麗や。広。よし、これで一人3,000円。安っ。なんかこの古いアパートの雰囲気を一気に裏切ってくれる感じがいいね。うん、ね、あのなんかね、あの外外見からは、ね、外はめっちゃ古いけど中はめっちゃ綺麗にリノベーションしてくれてるよ。それがいいね。いい、おしゃれ。かわいい。なんかベトナム本当こういうなんかセンスがいい、すごい。うんうんうん、うん、ね、本当にセンスいい。ね。部屋どうする？どっちがどっち？ね、俺こっちで、ふみこっちで、ミッキー床で。なんでよ。一番女の子なんだよ。いや、おかしくない？ありがとう、ミッキー。私は女の子だよ。一応女の子だった。一応女の子だった。いや、そこでいいよ、そこで。超いいやん。え、こっちでダメ？ね、まあ、どっちもいいや。まあ、そっちもいいよ。そっちが一番いいかもしれない。でもこっちも、わー、黄色でいいわ。おしゃれだね、ほんとに。ね。センスがいい。ね、センスいい、ほんとセンスいい。ここだけ、でも各部屋にもあるから。めっちゃ美味しい。わー、出てきた。何これ？のプリン。あれが一つの量？え？あれ一つ。うん。めちゃくちゃうまい。